どのお弁当が一番美味しそうかみんなにも決めてもらうから最後まで見てっち。キャラ弁といえばこういうキャラクターのお顔のご飯、炊飯器にお米を入れるっち、お水と卵のふりかけ、誰の顔ができるかな、炊けてる、美味しそうなアンパンマンご飯、今度は青のふりかけ、疲れたバイキンマンのご飯だ、ドラミちゃんのふりかけ、鮭味、タウト、今度はドキンちゃんだっち、わかめ味、最後は誰のご飯かな、メロンパンダちゃんだったっち、おかずはどうしよう、ハンバーグでオッケー、ハンバーグの種を作って火をつけて焼きます、ひっくり返して蒸し焼きにしている間に卵を焼いていくっちよ、ケチャップをかけてオムレツ、野菜はありますっちか、人参だ、よく洗って半分に切ったらお鍋で煮込んでいくっち、オムライスとハンバーグもザクザクコンコンコン、バットに乗せたら全部くっつけ、愛しのね、いいねいいね、俺様も何かリクエストはあるっちか、魚、それならちょうどいい食材があるよ、お魚、卵、ちくわ、きゅうり、早速レシピ思いついたっち、オーブンを開けてお魚さんをグリルするっち、卵をフライパンに開けて前回とは違う卵料理を作るっちよ、色が変わって硬くなってきたら潰す、くるくるくるっと上手に丸めていってしっかり焼いたらまな板に置いて包丁で切る、できました、美味しそうな卵焼き、次は何ができるかわかるっちかな、ブス、チクキュー、お弁当の定番のおかずだっちよね、鮭は焼けたかな、綺麗なオレンジ色に焼けた、さあお弁当パーツになーれ、美味しそうにできた、鮭弁で、次はドキンちゃんよ、私はエビフライ弁当でおけわれすいさん、エビの殻を剥いて衣をつけるっち、そして油の中へ180度投入、しっかり揚げていくっちよ、衣がサクッと揚がったら一品目完成、卵型のカプセルに卵の素を詰めていって蓋を閉める、プルンプルンの卵ができてっち、ウインナーが赤くなるまで炒めていきますっち、卵も固まったら切っていくっち、どうなっているかな、おー、これはちょっと黄身が大きいけどゆで卵ちゃん、赤ウインナーを置いてチチンプイプイ、すごい、ドキンちゃんのお弁当が一番美味しそうじゃない、ちょっと待った、メロンパンの弁当もお願いします、お肉料理がいいな、了解、お弁当のお肉料理といえばこれだっち、鶏肉に小麦粉をつけて真っ白にするっちよ、とっても美味しくなる、魔法の粉をさらに振りかける、スライム油の中に投入だっち、上がれ上がれ、ジューチューチュー、なんとも美味しそうなサクサクの唐揚げが上がりましたっち、パスタを沸騰したお湯の中にグツグツ煮る、茹で上がったら注射器みたいなのの中に入れるっち、むにゅるるるるる、わあすごいすごい、押していくと麺が作られていく、まるで本物のパスタじゃん、味付け味付けっち、炒めていくと美味しいミートソーススパゲッティの出来上がりだっち、パセリもお忘れなく、最後の一品は畑に行きましょう、何の野菜ができてるっちかな、考えながら見てみてね、おっきいぞ、剥いてみよう、トウモロコシ、新鮮なうちにサクッと切っておかずにするっち、これでおかず作りは最後よ、お弁当に唐揚げ入ってるとテンション上がるよね、おー、何かが物足りないっち、足りないのは緑だよ、やったー、メルさんお目当てのお野菜ができてるっぽい、キャベツ、サラダ作り開始、よく洗わないとね、みかんちゃんお願い、任せて、一瞬でサラダを作るわよ、できた、僕は千切りサラダ、はいよ、俺様は人参サラダ、あけまる、ドキンちゃんはポテトサラダで了解しました、
だね。緑といえばきっと何かの下手だ。ブロッコリー。もう一回もう一回、赤いこれを掘ってみよう。やったー、リンゴだー。サクッと切っていくわよ。中がリアル。ブロッコリー、うさちゃんリンゴにしてあげるからさ、いってらっしゃい。好き嫌いせずにブロッコリーも頑張って食べるよ。ここは紫でお揃いのこれにしよう。大好きなブドウだー。っていうかさっきカチカチ当たったんだよな。やっぱりまだあると思った。豆掘り当てたものは全部食べてもらいますよ。そうっす。あとちょっとでお弁当が完成するっち。奥のこれがいいじゃない。でも半分見えてたようなもんだけど、めちゃくちゃ長いメロンが出てきたわ。これはもう簡単だね。よいしょ、私の大好きなイチゴ。ようやく私たちのお弁当が全部出来上がるのね。これまたリアル。ドキンちゃん弁当も完成しました。何かお礼のキャラ弁を作ってあげたいわ。好きなキャラはいないのか。すみっこ暮らしかな。こちらなんとすみっこ暮らしのお弁当ボス。やばそう。そうだよ、この中にお弁当のすみっこのかわいいリーメントを入れていくのさ。こんなにかわいいおかずを見たのは初めてだわ。僕が選ぶ一品目はこれに決めた。とんかつにソースがかかってる。二人で旗を持って応援してるみたいなおかず。俺様はペンギンのおかず。帽子みたいなのはマヨネーズなのか。かわいいな。ちくわにきゅうりをイン。ちくきゅうの完成だ。ドキンちゃんはさっきから気になってるトカゲをソースの上に乗っけて、ここに差し込むとアジフライにソースをかけてる。かわいすぎるでしょ。白くまよ。かわいいうさちゃんリンゴのこのピックは取り外せたりつけたりできるんだ。トカゲの横に置いておこう。やっぱりお弁当といえば鮭だよね。猫だ。超リアルな鮭を置いて、猫を枕にしてるように雑草のバランだったんだね。猫の隣に置いて仲良しこよし。お弁当に入っててほしいのはダコさんウインナー。エビフライが上にくっついてる。かわいすぎ。これはただのタピオカかな。隙間を埋めてもらおう。このお尻誰かな。姿を見せてごらんなさい。白熊の厚焼き卵だったのね。これはニセツムリのマヨネーズかしら。おかずばっかりで全然ご飯がなかったから、おにぎりは欲しいところよね。スズメのミニッコは隙間を埋めよう。いいな。大丈夫、下の一段を卵プッチくんに作ってあげるよ。とってもリアルなクマちゃんご飯だよ。このお弁当のテーマはリアル。本物そっくりのブロッコリー、赤ウインナー、式紙をリアルなハンバーグに、お花の人参、ポテトに卵焼き、サクサクエビフライに美味しそうなミニトマト。蓋を閉めて上に乗っけて、ゴムバンドで止めて仙人にプレゼント。アンパンマンゴーキッチンの後ろの部分を開けて、お弁当セットを取り出すよ。なんだこれっち。なんとこちら水筒になってるんです。蓋を開けて中身をコップに注いでみるよ。トポトポトポン。お茶が出てきたっちよ。そしてさらにすごいのは、このお弁当箱の蓋の部分に食器を入れて、先ほどのアンパンマン水筒をなんとパズルのように蓋にはめれるんです。すごいっち。いつも水筒はバラバラだったけど、このお弁当箱があればセットで持ち歩けるんだっちね。じゃあ二つ、かわいいキャラ弁を作ってくださいっち。うん、もちろん。まず一番最初に入れるのは、ふっくら炊きたて熱々ご飯。ペタリペタリと海苔を巻き巻き、おにぎり詰めて。次に準備するのはハンバーグ。油をちょびっと入れて焼いていくよ。チューチューチュー。おお、ハンバーグの色が変わった。綺麗に焼けたら
くよ。さっさくお弁当詰めましょう。それからグツグツ茹でたてパスタを入れて鮭をジュージュー焼いていく。ほらこんがり美味しそう。次に入れるのは衣をつけてジュッジュッジュワッとエビフライ。レタスもちぎって敷き詰めてジュージュープリプリウインナー。喜んでくれるかな。それからふんわりふっくらふわふわ卵焼き、こちらもくるくる丸めて美味しそう。だんだんお弁当が出来上がっていってるっち。アンパンマン、お野菜が足りないよ。それではお豆豆豆剥きまして、こちらはほっこり緑のブロッコリー。苦手なお野菜でも食べてくれるかな。ツルピカコロン、真っ赤な真っ赤なプチトマト、お花の甘い人参入れて、最後にデザート、甘酸っぱいイチゴをキュキュッと。そしてこちらはなんてかわいいドキンちゃんのリンゴだよ。カパッと蓋してアンパンマンのお弁当袋に入れるぞ。じゃあ早速行ってきます。もうみんな集まってるち。バイキンマンのお弁当はなんだにゃ。俺様のはパンダ弁当だぜ。私のお弁当も見て。うん、メロンパンダちゃんのお弁当はじゃじゃん。私のはディラックマ弁当。クローバーやお団子が春っぽい感じだにゃ。次はドキンちゃんのお弁当を見て。ドキンちゃんのお弁当はわあミッキーだにゃ。プリンもミッキーになってるのがとっても可愛いち。次はピカチュウのお弁当。何のキャラクターなんだろうち。あーなんて可愛いプーさん弁当。ご飯の上にハツのデコレーションがされていて、とってもプーさんらしさ満載のお弁当だにゃ。ダダンダンのかわいい。ダダンダダンダンは青いお弁当箱なんだっちね。中身はめちゃくちゃキュートなスティッチだっち。南国のフルーツやハイビスカスでハワイ感を出してるんだにゃね。あれ、この声はコキンちゃん違う？どうして泣いてるっち？コキンちゃんのお弁当がなくなっちゃったの。確かあの木の下に置いてるのいたのに。コキンちゃん泣かないで、私たちのお弁当を分けてあげるから。ミュウミュウのおかずも好きなの取っていいよ。オイラのお弁当からもたくさん取っていいっちか。コキンちゃんのお弁当はどんなのなの？じゃあみんなにも見せてあげるね。コキンちゃんが作ってきたの。じゃーん。みんなのお顔のおにぎりが入った友達弁当。うわーすごい。私がいる。コキンちゃんもいるわ。それではみんな一緒にいただきます。もぐ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 。パク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 。見せ見せ見せ。俺様はもう全部食べちゃったぜ。食べ足りないからもう一丁作りに行こう。バイキンマンとアンパンマンのお弁当箱にご飯を入れるよ。上手に炊けたかな。やった、ほかほか炊きたてバイキンマンご飯だ。メルちゃんは可愛い子がいいな。あー、ドキンちゃんのキャラ弁だ。他に何の材料があったかな。どんな豆が入ってるかな。かわいいお豆さん兄弟が入ってました。うどんもいっぱい入れちゃおうっと。バイキンマンの美味しそう。メルちゃんもいいの残ってるかな。卵発見。これから一番上の段にエビさんとウインナーもあったよ。まずはあれを作ろう。衣をしっかり鍋します。何ができるかわかるかな。
フライヤーに油を注いで、ドバ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 。さっき作ったエビを投入。ジューシュー。そろそろ揚がったかな。サクサク衣のエビフライ、ちょうだい。次は沸騰したお湯の中に、卵を割って入れます。プルンプルンで、まだ柔らかいこの卵を煮込んでいくと、どうなるのかな。みんなは卵料理だったら何が好き？メルちゃんは断然これ、ゆで卵。めちゃくちゃ美味しそうでしょ。最後のおかずはこちら。油を少し取ってお鍋に敷きます。ウインナーの切り込みが開いてきたら完成です。美味しそうに焼けました。仕上げに取り掛かっていこう。マカロニサラダ、お星様サラダ、オレンジとアスパラ、鮭と卵とチクチクだ。無事に作れてよかったぜ。中身は自分で作るんだっちゅ。お弁当といえば絶対外せないものあるよね。これってご飯じゃん。そうそう、これで何を作るかわかるかな。今日のおにぎりの中身はイクラ、鮭、梅干し。どれがいいのだ。鮭に決めた。了解。鮭を入れて、海苔を巻いて、出来上がり。次はおかず作り。お弁当といえばやっぱりこれだよね。牛肉を取っていってます。ギューッと押して出していくよ。ふにゅるるるる、あれれれれ、変なところからも出てきちゃった。次、牛ミンチができたよ。こねてハンバーグにしていこうと思います。焼いていくよ。ひっくり返してハンバーグの出来上がり。こちらはナポリタン。よく炒めてケチャップで味付けします。麺にしっかりソースを絡めて、トマトソースナポリタンの出来上がり。次はみんな大好きあのメニュー、ポテトと唐揚げを投入。ジュージューいって揚がってるよ。いいきつね色。揚げたてのフライドポテトは包み紙に入れておくと油が染みなくっていい感じだよ。次で仕上げだよ。お野菜や卵、お花の人参、ミニトマト、ブロッコリー、卵焼き、デザートにいちごのアイスをどうぞ。おいしそうに、おいしそうだよ。卵マミーでは子供たちが楽しめる動画を公開中。チャンネル登録もお願いします。